今回は当社の太陽光発電システムの導入事例として、センコーロジスティックスディストリビューション様をご紹介させていただきます。当社センコーグループホールディングスでは、グローバル企業として物流・省流を通じて環境負荷低減に向けた取り組みを積極的に続けております。具体的には、環境負荷の少ない運搬車両による燃料低減のみならず、省エネ照明や太陽光発電の導入を積極的に進めております。またその活動は海外でも広がっており、今回このタイランドで伊都中エネクスさんの協力をいただき、この太陽光発電システムを導入いたしました。当初の検討段階では、 CO2 の削減と電力料金の削減が目的でございましたので、できるだけたくさんの太陽光パネルを設置することを考えておりました。しかし、過去の電力需要の実績をもとに、伊都中エネクスさんによるプロフェッショナルな分析を行っていただいた結果、一番効率の良いサイズが127kW であることが分かり、現在それを採用しております。おかげで導入後は購入電力も目に見えて削減できておりますし、自然の力の偉大さを日々感じ感謝している次第です。まだまだ導入したばかりですが、今後この太陽発電にはまだまだ頑張っていただかなければならないので、伊都中エネクスさんにはしっかりとしたメンテナンスをやっていただきたいと思っております。太陽光発電システムを導入するにあたっては、お客様の電力需要がとても重要になります。まずはお客様からのお問い合わせをお待ちしております。